生活科学部1年中条瑞希です。チャームポイントは目です。動物に例えると猫です。9年くらい大学入る前まではやってました。好きだで付き合ってください。文教育学部3年の藤島真理子です。チャームポイントはエクボです。自分を動物に例えるとアルパカです。理由はのんびりしてるところとあと顔が似ています。特技はエアー指笛です。あー私のこと好きって言ってみりん。文教育学部3年生西谷真由子です。チャームポイントはダンボのような耳です。動物に例えると猫。ボクシングは1年ちょっとですね。結構汗臭い匂いとかあと靴の匂いとかが好きで、あ、いい匂いももちろん好きなんですけど、臭い匂いも好きです。好きなら私と付き合ってみや。生活科学部2年生の水谷めぐみです。チャームポイントは長い下まつげです。動物に例えるとアライグマと友達に言われました。今は進撃の巨人が一番好きです。コナンとワンピースと犬夜叉と結界師とマギとっていっぱいあるんですけど。好きなんやけど付き合ってくれん？文教育学部3年の市野ゆりえです。チャームポイントは歯です。動物に例えると怠け者です。今からブラジル人のミラクルビラ配りという言葉を3回言います。ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。今までずっと言えんかったけど、先輩のこと好きばい？私と付き合ってくれん？お茶の水女子大学水コンは11月8日金彩のステージにて開催されます。皆さんもぜひ応援してください。